概要欄を見てね。どうも、空調系 YouTuber ヒデさんです。今回はですね、こちらのエアコンもすでについております。ヤマダオリジナルか、エアコンのね、専用回路をこれから引っ張っていきたいということで、天井裏をズルズルと引っ張ってですね、この押し入れのところに点検口があります。そして分電盤はどこだ、どこだ、どこだ、廊下があって、ここはトイレかな。で、ユニットバスの横のこちら脱衣所。ここにね、分電盤あります。ここまで線をね、引っ張ってきて、もうすでに空き回路が何もない。ということでね、増設用の板を付けまして、そちらに専用回路として、線を挟み込むと、そういった工事になっております。今回の動画を見ていただくことによってですね、特にエアコン初心者の方がこんな感じで工事進めていけばいいのかなというヒントになるんではないか。あとですね、これからね、エアコンを取り付けして、専用回路つけなきゃならないんだよね。で、専用回路って、工事ってどうやってやってるのっていう風にね、興味持たれてる方。例えばね、見積もりいただいて、工事屋さんからね、ああ、これが隠蔽配線なんだなとかね、コンセントの取り付けはこういった形でやってるんだなっていうことがね、わかると思いますんで、そういったね、参考になると思いますんで、最後までご覧ください。ってことで、今何をしてるかというとですね、押し入れに登りまして、天井裏の様子、どんな感じだ？あそこに針があるのか、針があって向こう側から線を入れなければいけないかな、どうかなっていうようなところをね、今探っているところです。あの辺が和室で、分電盤はどの辺だということで、カメラちょっと引き気味にしまして、ちょっとだいぶね、手ぶれがすごいね。こっちに、右に振って線が降りてますよね。その線降りているところが、分電盤がある位置になると思われます。さあ、下に降りてきまして、これから配線をするわけなんですけれども、天井裏にですね、線を通すにあたって、今回はね、2ミリの二芯を使います。2ミリの二芯っていうのはね、VVF2 ミリの二芯になります。芯線のね、直径が2ミリの、導線、単線が、2本、寄ってあるものになります。寄ってあるというのはね、一緒になっているものになります。さあ、そして入れてすぐの直、真上には針があると。針があるところをかわしつつ電線を天井裏に入れてきます。あれ、なんで今回は2ミリの二芯っていうことは、アースどうするんですか？アース取らないの？っていうふうに思った方、いるかもしれませんが、外でね、もうアース取ってあります。こんな感じね、55のね、IV でアース棒で打ち込んでありますと。そして室外機で、アース取ってあります。そして分電盤の蓋を開けて、はい、ご覧の通り、空きがない。空きがあればね、楽勝パターンだった。はい、そして、安全ブレーカー、増設用のものはこの二口のもの。今回増設するのは一回路ですが、将来用ということでサービス、長期在庫ありましたので、これを持ってきました。そしてね、線をですね、先ほど天井裏に突っ込んでありますね。これを釣り竿さんで引っ張って、手前に引き寄せたい。引き寄せた上で分電盤まで送り込んでやると。さあ、取れるかな？取れるかな？釣り竿ね、本当に、ね、役に立ちますよね。よし、キャッチ！ナイスキャッチ！ナイスキャッチですよ。さあ、ずるずる引っ張ってきて。まあ、これ一応これ、釣り竿自体は8メーターまで伸びるのかな。でも、ここからだと4メーターもないぐらいの向こう側から引き寄せてと。そして廊下の部分は、おじさん頭を突っ込んでなんとか。これね、モニター、この動画を撮りながら、モニターを見ながら線を、だいたいいけたかなっていうような感じでね、この辺に下ろしてあげようと、モニター代わりに携帯で撮影しながらと。そして奥に見えますね。はい、こちらのね、秘密兵器 IV をただ曲げたもの。ただね、ここね、合戦状態で作業してありますんで、十分注意してください。本当はね、切ったね、IV の端部はテーピングしましょう。はい、そして、今ね、増設用のバン、二口用のものを仮に、壁面に取り付けてると。水平でね、水平見ながら、いいんでないかい？そして、毛がいてあげて、ここをね、穴開ける、開口するところの墨を書いております。鉛筆で書いております。よし。一応、外すとこんな感じ。そして、開口する前に、ボードアンカー用の下穴を開けて、ボードアンカー、
ネジ込み式のものを使いました。そして引き回しのことチリ取りを持ってきて、ここをグリグリしてですね、中に線があるかもしれないので気をつけてくださいね。はい、そしてギコギコしながら、プラスターボード、石膏ボードをこのような形で、毛が痛い見ないじゃんってね、あんまりね大きく書いてしまうとですね、開口してしまうとボードアンカーを閉めた時に割れる可能性があるんでね、小さくしました。そして電線を一度こちらに引き寄せて出してですね、編み込むように、経由した後こちらから出すと、はい。そして電線 VVF2mm の二芯は、こちらの増設用の板のところまで来たと、肝心なところは映ってない。はい、そして銅板剥き出し、合戦状態なんでね、気をつけてください。そしてどこから取ろうか。銅板ではなくて、ここのね、ELB、漏電遮断器のですね、この虹側に共バサミするような形で、取ってあげることとしました。増設用の板への渡りはですね、CV の、55の三芯ですが、まあ二芯で結構、二芯、たまたま三芯があったので三芯持ってきただけで、赤線は殺してあります。殺してテーピングしてあります。さあ、そして先っちょをテーピングして、二股にね、分かれないように。さあ、穴、まあ、たったこれだけのね、距離なんでね、簡単に通るとは思いますが、おじさん指がつりそう。この時ね、ドーバー部分、剥き出しでやっておりますが、先ほどのね、外したカバーね、はめておいた方がいいですし、できることならば、そうですね、停電作業とした方がよろしいかと思います。間違ってね、バチッといっちゃうとね、大変なことになってしまいますので、一度、ね、停電してからの作業の方がいいのかなと。まあ、ただお客様ね、ご在宅中ですので、停電しないでね、そのまま作業とさせていただきました。さあ、増設用の線は通しましたので、まずね、増設板をつけてですね、挟み込みしておいた状態で、切り替え作業をしていきたいと。一応ね、先ほどボードアンカー打ち込んでありますんで、ビスでね、固定してあげたいと思います。ビスをね、最近ね、このペンパクトの調子が悪いんだよね。雨にね、濡れて、びしょびしょになって、接触がなんか悪くなってきてしまいました。このペンパクトのライトもつかなくなっちゃったしね、電池を一回抜かないと接触が回復しないっていうね、困った状態、新しく買い替えないとダメなのか、それとも、ね、パナソニックさん修理出さないとダメなのかな。でも修理出すと多分8000円とか取られるんだよね。さあ、とりあえず、これ新品でね、新品で言うところの12000円とかそれぐらいで多分売ってると思うんだよね。はい。どうかな、水平は。水平 OK。ということで、じゃあ線を挟み込んでいきましょうか。さあ、そしたらですね、増設分電盤の一時側の線をつなぐ作業と、あと、あれですね、コブレーカーの二次側につなぐ作業をしていきたいと思います。まずね、ストリッパーで剥いてあげてですね、CV のね、CV のこの、被覆、このマーベルのこの黄色いの、なんて言うんだろう、型番。これいいですよ。調子すごくいいです。55までね、このような感じでグリグリやると皮が剥けます。おすすめです。そして、圧着端子、55の6かな。6の丸端子を打ち込んであげて、ガチャコン。ガチャコン圧着で締め付けまして、そして、この周りをテーピングしました。そして、端子台に締め込んであげてと、グイグイ、OK。そして、二次側のね、VVF2 ミリの二芯も接続して、ここに、表示。なぜ2番？なぜ2番にエアコン？なんで1番から埋めていかないのって。まあ、それはいい。そして、一次側ですね。一次側の接続をしていきたいと思います。まずね、被覆、外皮を剥きまして、小口をテーピングし、線の持ってきようね。本当は、二次側の方から持ってきてた方がよかったね。この CV のね、55。はい、そして、長さを見て、もう圧着しておきます。圧着しておいてあげてですね。そして、一番短い、停電時間で、切り替えというか、送り作業をしていきたいよと。で、被覆を今向いているところの作業ですね。これいいです、本当に。おすすめです。はい。そしたら圧着しますかね。圧着。今度もね、この、
ELB の虹側につけるのもね、このキャップをはめてあげて、キャップあったんだね。そして、55の6の丸端子を圧着しました。さあ、そしたら、停電作業に入りたいと思います。すいません。ちょっと停電させてもらっていいですか？はい。じゃあ、落とします。はい、必ずね、お客さんに確認取ってからいいよっていうことをいただいてからですね、返事いただいてから、ブレーカーは落とすようにしましょう。そうしないとね、なんか、ああ、今録画してたんだよとかってね、例えばパソコンでなんかダウンロードしてたんだよとかね、まあ今ほとんどノートパソコンなんでね、大丈夫かとは思うんですけれども、許可なくね、落とすのは NG です。はい。はい、そして、虹側のね、今ビスを緩めてあげて、とも締めしてあげると、この時にね、白が真ん中ですよ、ニュートラルね、そこを間違えないようにね、はい、基本中の基本ですが、とも挟みしてあげて、そしてビスでグイグイグイと締め込んであげると、うん。さあ、これもね、復旧するときに緊張するんだよね。間違ってもね、この電気工事士、資格持ってない方ね、この、ああ、こういう風にやればいいんだ、みたいな感じで、ね、増設版続けよう、みたいな感じで、工事しちゃダメですからね。法律違反ですし、もしね、なんか事故があって、家が火災になっちゃいましたとかって言っても、責任取れないですよね。なので、もう、ちゃんとね、電気工事士持った工事店の方にね、依頼してください。さあ、挟み込み終わりましたんで、メインを入れた後、増設の板からね、虹側に送ります。よし。さあ、そしたらね、コンセントの方で電圧測定しましょう。これ、端持ちダメ。はい。ご覧のように、100V 確認できました。OK。最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ヒデさんエアテクチャンネルではご覧のように、山田電機のエアコンを取り付けた後に、エアコンの専用回路、増設工事行った動画アップしております。お、このおじさん、夏向けて頑張ってるね。俺も一皮向けるために頑張るよって思った方、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、グッドボタン押していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。エアコンのことなら、詳しくは概要欄を見てね。